こんばんは、ミネラルウォーター大勢伊藤です。今日は天然水ピュアの森、自然の恵みが運ぶ水、こちらを紹介したいと思います。まずですね、このラベルの絵柄とボトル形状を見た時の印象が非常に爽やかだと感じました。本当に1830ぐらいもうすでに製品を見てきてるんですけども、その中でも結構爽やかなんじゃないかなと私は感じました。結構好きです、ラベルの柄としてはですね、ほんわかしてるというか。じゃあちょっとラベル一周してみましょうか。こんな感じですね。軟水ともすでにここに書いてありますね。環境省選定の名水百選に選ばれている水です。山々に囲まれて自然に恵まれた環境省の名水百選にも選定されている長良川中流域の中流域。その地下深く長い年月をかけてろ過された地下天然水を衛生的に非加熱ろ過で処理し製造しましたと書いてますね。こちらがですね、採水地が岐阜県関市、これなんて即島っていうんですかね、片側、右側、左側の側に島と書いて、側島、即島、わかりませんね。高度が27、pH が 7.3、一般的な日本人が好む、嫌いとは言わない、誰もが嫌いとは言わないような水だと思います。まあ、実際私も飲んでみましたけども、癖もなくて、これを嫌いという人はもう絶対にいないなと確信しています。とても美味しい水でした。こんな感じですね。製造者が株式会社ビクトリー。ここの会社の名前は初めて聞きましたね。岐阜県関市といえば他にも有名な会社があるんですけども、この会社、株式会社ビクトリーは初めて聞きました。まあ、いろいろな会社ができてるんですね。1830種類も飲んだ後にですね、まだまだ新種が見つかるっていうのは、このように僕が聞いたことない会社とかがまだ日本の中にはいっぱいあって、それをどんどん探して、買って飲んで紹介していくっていうのが、まあ、使命であると言いますか、まあ、僕のこれからの人生をなんての目標でもありますね。こんな感じでラベルは終わりです。でこの製品ですね、私一つ気に入ったとこが、まあ、ラベルデザインの他にもですねありまして、それがですねこちら、キャップのですね径が、直径が少し大きいんですね。そうするとですね、グラスに注ぐときにコポコポっていう感じで跳ねたりしないんで非常に注ぎやすいんです。ちょっとしたことなんですけども、私はこれが重要だと思ってますね。いつもグラスで飲みますんで、それが私の中ではとても重要なことのになっています。ですね、東京で売られてるのはまだちょっと見たことがないんですけども、もし皆さんどこかで、見かけてですね買う機会があったら、よろしく買ってみてください。よろしくお願いします。